Hello everybody, I'm Alex and I'm model for H&Auto. Today we want to introduce you to steampunk and steampunk makeup. And I will be asking Udagawa-san, who does makeup for H&Auto, to help me with makeup today. H&Auto のルックブック、担当させていただいているヘアメイクの宇田川と申します。よろしくお願いします。Mac のクワイトナチュラルを使って、陰影をつけていきます。目頭から、目尻にかけて塗っていきます。基本的に目の際から、グラデーションで伸ばしていくようにつけてます。ノズにも軽く使ってます。スチームパンクの時にはブラック、ブラウン、ボルドーの3種類でメイクを仕上げてます。パウダーは SK2 フェイシャルトリートメントアドバンスプロテクトルースパウダーを使ってます。アイシャドウは MAC のパレットを使ってます。アイシャドウは薄いボルドーをほんのりのけてます。もうベースの時点で陰影をつけてるのであまり濃くはつけてません。アイラインは MAC のブラックを使ってます。リキッドアイライナーはラブライナーを使わせてもらってます。同時に使ってます。最初にジェルライナーを使ったのはラインを囲む時に使ってます。リキッドアイライナーのは最後目尻跳ねさせるときに細かいところを使うときにやっぱ細かい筆の方がいいのでリキッドアイライナーでバランスとってます。基本的にあんまりぼかしは僕は使わないんですけれども、ちょっと羽のバランスで気になる時にアイシャドウのブラウンから黒ら辺をぼかしで使っています。
アイブロウはアイシャドウのブラウンで眉毛の間を埋めるように少し濃いめに描いてます。スチンパンクはちょっとやっぱ強い可愛い女の子をイメージしたいので、眉はしっかり強めに描くようにしてます。描いたところにケイトのアイブロウカラーの LB の1その上から出してます。まつげはデコラティブアイラッシュのナンバー3を使っています。スチンパンクの時は目元以外はナチュラルに作ってるので、目元をしっかり強調させたいのでバサバサまつげを使ってます。下まつげはスチンパンクはなしで、やっぱ下まつげをつけると、ゴシックとかロリータに近づくので、スチンパンクはやっぱもうちょっとナチュラルな感じで、まつげは基本的にこだわりは僕はありません。ドラッグストアとか、ドン・キホーテとかで、買いやすいものとか手に入りやすいものを基本的に使ってます。まつげをつけた時点である程度もう一度アイシャドウを足してみたりとか引いてみたりとか調整をしています。日本人と外人の、メイクの差は、僕は基本的にベース作りの時と陰影をつける時以外は基本的にメイクのパターンと順番は同じです。上にまつげを結構抜けた分、下がちょっと寂しくなるので少しバランスを取るために下にだけマスカラをつけてます。マスカラは、ヘレナのディープブラックを使ってます。チークはブロンシングパウダーリファインドゴールドを使ってます。ハードな感じにしたいので、今っぽく目から下にピンクを入れたりとかじゃなく、ブラウンでバブルの時みたいな、入れ方ですかね。頬骨からこめかみにかけてグラデーションっぽく入れてます。リップはエクサージュの106の色を使ってます。スチンパンクをひろかさんが一番初めにブランドとして立ち上げた時にメイクの打ち合わせをさせてもらいました。スチンパンクのイメージは戦いに行くかっこよくて可愛い女の子、今まさに戦いに行くっていうのがコンセプトだ。派手なメイクとかはなしで、ブラウン、黒、ボルドのみでメイクを仕上げてって、かっこいいアイライン、可愛い口紅とかでポイントを作ろうっていう話で今のイメージになりました。